節約で効果が大きいのは食費だと思います。やり方によっては食費を1、2万円減らすことは可能です。自分の場合、無職生活になってから食費を3万円くらい減らしました。基本的に月1万円くらいで食費を抑えています。食事の内容は毎日ほぼ同じです。1日の食材は お米1.5合で60円、エル卵2個で40円、キャベツ4分の1個で50円、納豆 45g で20円です。合計で170円です。その他感食として、スナック、食パン、シリアル、牛乳を摂取しています。食事で50%、その他で50%の割合です。 純粋に3食分だけだと、月5000円ちょっとです。最悪の場合、間食をやめれば、あと月5000円くらいは節約できると思います。また、少ない食費ですが、油断すると体重が増えてきます。自分の場合、食費を2万円にすると、完全に肥満になると思います。 それだけ活動量が少ない生活をしています。本当の美味しいものは食べれませんが、こんな質素な食事でも、慣れてしまえば受け入れられます。質素な食事で質素な生活の毎日ですが、無職なので現状を受け入れています。大きなストレスがないので、それなりにゆったり暮らせています。本当に何もない生活ですが、 自分には今の生活が案外合っています。